はいどうも、花粉症で目と鼻がいかれているジリです。ちょっと鼻声かもしれませんがご了承ください。今回はプロサカ公式 YouTube チャンネル見ていこうと思います。というのもですね、先日テラテラの1000万再生突破みたいな動画を投稿したんですけど、アイランデスもねついに1000万再生突破しました。いやめちゃめちゃめでたい。ってことで合計で15本のね再生回数1000万回超えの動画ができたので、これをねちょっと見ていこうかなと思います。ということで順番に見ていきましょう。まずはアイナンデスですね。皆さんご存知、東雲エナナンのねバナーイベントの時に書き下ろされた楽曲ですね。書き下ろしてくださったボカロ P さんはレルリリさんということで、レルリーさんの楽曲もプロサカ増えてきましたね。でこちらの公開が2022年11月28日なので、1年と約4ヶ月くらいで1000万再生超えとなっております。いやーめっちゃ好き。これですねプロサカ3周年の時の感謝祭で、実際にライブで披露してくださってめちゃめちゃ良かったんですよ。あの時キティとアイナンデスとかいうね、もうテンション爆上がりの楽曲をやってくれて、あこれ好きな方も多いんじゃないかなと思います。マジでエナナン全開みたいな楽曲なんでね、皆さんぜひ聴いてください。続いてこちらテラテラですね。レオニードの書き下ろし楽曲で和田武明さんがね書き下ろしてくださった楽曲となっております。公開が2022年の7月29日なので1年半ちょいくらい経ってますね。いやこちらの楽曲、まあ、この前ね動画でもちょっと触れたんですけど、これまで青春感の強かったレオニーがどっちかというとちょっとダークで皮肉めいた感じのね歌詞を歌っているというのがたまらない。プロセカの再生数上位を見るとやっぱねダークな感じ、暗い感じ、かっこいい感じの楽曲の再生数が高い傾向にあるような気がするので、やっぱレオニーのそういうのがね、プロセカユーザーに刺さったのかなと思います。続いてプロセカ2周年アニバーサリーソングジャーニーですね。ここ好き！ということで、やっぱね、ジャーニーはね、このアニメーション MV のクオリティも凄まじいですし、曲もね、もうたまらないんですよね。やっぱデコニーナさんの書き下ろし楽曲ということで、もうね、プロセカユーザーはデコニーナさんに感謝してもしきれないってくらい、もう本当にたくさんの楽曲提供してくださっててね、ありがとうございます。で、こちら2周年ということで、2022年の9月に公開された楽曲なので、約1年半って言った感じですね。約1年半公開されてから経って1100万再生という風になっております。さすがの再生数ですね。マジでアニメーション素晴らしいので、ぜひ皆さんこちらを見てください。続いてフラジールですね。いやこれってめちゃめちゃ前の楽曲なんですけど、未だに再生数増え続けててすごいです。てことで、トウヤくんとアキトくんが歌っているフラジールですね。こちらはヌユリさんの楽曲となります。プロサカのさっきまで書き下ろし楽曲ばっかだったんですが、こちらはカバー楽曲となります。公開されたのが2020年12月3日ということで、リリースから3ヶ月後で公開された楽曲なんですよ。リリースから3ヶ月後って、やばすぎる。多分この時期ってまだほんと初期も初期なんで、ももじゃん箱イベとか体育祭イベントとかあのあたりやってる頃じゃないかなと思います。まだねうちの視聴者さんの中でこの頃プロスカやってないよって人もいっぱいいるんじゃないかなってぐらいの、イニシエの時代の楽曲が1000万再生超えてるということで凄まじいですね。続いて徳川カップヌードル禁止令ですね。ねねちゃんねねろぽみくだよれんくんカイドさんの楽曲となっております。こちらはですね、去年、2年前に行われた日清カップヌードルとのコラボの時に、ミッチー M さんによって書き下ろししてくださった楽曲ですね。ミッチー M さんといえば、アイドル CA 隊やビバハピー、スキー、ユキ、ホッキーマジックとかの方ですね。いや、マジでこの方もね、プロサカに楽曲いっぱい収録されててありがたい。スキユキホッキーマジックいつ実装されるんですかね。早く実装してほしいんですけれども、この楽曲は MV のねこのアニメーションのクオリティも凄まじいですし、圧倒的ネタ曲としてね超強い強なんで、まあ面白いし譜面もやばいしということで、もしやってない人いないと思うんですけど、やったことない人いたらマスター譜面ぜひね試してみてください。めっちゃふざけた譜面してます。
さあ、ここから再生数上位トップ10の楽曲ですね。まずは、ジャックポットサットガール25時ナイトコードでかける初音ミクですね。シュドウさんの書き下ろし楽曲となって、ニーゴ初のイベント、囚われのマリオネットの書き下ろし楽曲となっております。公開が多分2021年の8月ということで、一番最初のニーゴイベなんですけど、その後 2D MV が公開されたのは結構遅めって感じで、まあ、これはね、初期のプロセカあるあるなんですけど、今みたいに大量の 2D MV が量産されてたわけじゃなくて、後からだんだん増えていったんですよね。まあ、そんな後から出たにもかかわらず、これだけの再生数、やっぱね、ジャクポの人気は凄まじいですし、未だに聴いている楽曲となっております。こちら、真冬ちゃんのアナザーボーカルが神なので聴いてください。続いては、グローリーステディーゴーワンダーラーズショータイム×ルカさんもめちゃめちゃ可愛い。すでに MV が超絶可愛いですよね。こちら、ねねちゃんバナーのイベントの時の楽曲となります。公開されたのが2021年8月29日。楽曲は木下 P さんのね、書き下ろし楽曲となっております。そしてイラストが世界の4コマなどでね、皆さん知ってるかなと思うんですけど、ウソさんのね、書いてくださったイラストでマジで可愛いんですよね。MV の可愛さに楽曲の可愛さ、でも最後の方のちょっと感動できる部分とかもあってね、たまらないですよね。ということで、この感動部分なんですけど、ここでもうね、最高です。俺たちの涙が溢れるというね、素晴らしい楽曲となっております。ぜひこちらも聴いてください。続いてはこちら、ラッドドックスですね。ビビットバットスクワットかける初音ミク、書き下ろしてくださったのは八王子ピーサということで、めちゃめちゃかっこいい楽曲となっております。イベントは確か、トーヤくんバナーの、名前を忘れてしまった。最近ちょっと記憶力が低いんですけれども、確かノクターンイベかな?ノクターンイベの時の楽器下ろし楽曲となっております。序盤がめっちゃラスボス曲みたいな感じで言われていて、FF のボス楽曲感ありますよね。でもね、いざ楽曲が始まるとめっちゃビビットバットスクワットって感じで、マスターの譜面もなかなか難しいんですけど、こちらもめちゃめちゃテンション上がる楽曲ですね。八王子 P さんといえば今度超高難易度楽曲の追加もあるんで、それも楽しみですね。続いて、またまたビビバスですね。ビートイーターでございます。ビビットバットスクワット×鏡ねれん。こちらの楽曲は、ポリスピカデリーさんの書き下ろし楽曲となっております。公開されたのが2021年7月18日ということで、2年?2 年と何ヶ月か数ヶ月経ってるということで、やばいな、ビートイーターがもう2年以上前っていうのが衝撃でしかないんですけども、こちらもですね、コハネちゃんの覚醒イベントということで、コハネちゃんがこうちょっとずつね、成長していくというか覚醒していく感じがね、たまらないですし、イベントストーリーと一緒にぜひ聴いてください。さあ、ここまでほとんどの楽曲が 2DMV だったのに 3DMV 入ってきます。とんでもワンダーズ、ワンダーラーズショータイムかけるカイトさんの楽曲ですね。まあ、これはもう最強としか言えないですよね。ワンダーランズショータイムの中でもやっぱイベントでね、この楽曲流れるとめっちゃテンション上がるし、大好きな方も多いんではないでしょうか。公開されたのが2年前と書いてるけど、2021年6月19日ということでね、もう2年半以上前、楽曲書き下ろしてくださったのは、ささくれ UK さんですね。ささくれ P の楽曲もたくさん入っておりますね。なんか難しい楽曲がいっぱいある気がしますけども。こちらの楽曲、イベント、ワンダーマジカルショータイムの時のね、書き下ろし楽曲で、つかさくんバナーの神イベントだっております。1年目のイベントの中でも、本当にトップクラスにね、個人的に好きなイベントなんで、プロセカね、やってるけど、あんまりイベントストーリーとか読んでないよって方は、ぜひね、1年目のワンダーショーと共にこの楽曲聴いてみてください。続いて、またまた 3DMV でワンダーショーですね。にっこり調査隊のテーマとなります。ワンダーランズショータイム×初音ミクスですね。ワンダフルオポチュニティさんの書き下ろし楽曲ということで、TikTok とかでバズりまくって再生数がとんでもないことになった、とんでもワンダーズの再生数を突破しているというね。
この楽曲の人気っぷり。まあ、こちらの楽曲も、いろいろ Twitter やら TikTok やらでね、バズったっていうのもあるんですけど、やっぱ 3DMV でフルバージョンじゃないのに、この再生回数叩き出してるのやばいですよね。再生回数は1800万ということで、もう意味がわからない。続いてはこちら、アイデンティティ、酔い先奏でかける初デミクということで、こちらもね、カップヌードルのコラボ楽曲となります。再生回数は約2000万回となっています。書き下ろしてくださったのはカナリアさんですね。カナリアさんの楽曲も結構追加されております。最近だとエンビーベイビーとかもカナリアさんの楽曲ですね。この楽曲はなんかプロセカの書き下ろしなんですけど、プロセカっていう概念を飛び越えてめちゃめちゃバズった楽曲でもあって、かなりのね、歌ってみた動画なんかも投稿されていますね。この楽曲の独特な雰囲気と、この心地いいリズム感で譜面もなかなか楽しいけど、ちょっとこう叩きにくい譜面なんですけどね、ぜひそちらもやってみてください。続いてシネマビビットバットスクワットかけるカイトさんですね。いやもうこれはね最強だよ。もう何回俺最強って言っただろう。もうねたまらないです。シネマめちゃめちゃ好き。アキトくんバナーイベントのね書き下ろし楽曲で書き下ろしてくださったのは綾瀬さんですね。再生回数は約2000万再生となっております。2021年8月17日公開ということで、こちらの楽曲はもう2年以上やばいな。2年以上経ってる楽曲が多すぎて、ちょっとこうなんかおじいちゃんみたいな解雇中みたいになっちゃうんですけど、こちらもねイベントの雰囲気といい、楽曲の雰囲気といい、たまらないですよね。個人的にはね、ぜひ綾瀬さんにまた書き下ろし楽曲何か書いてほしいなーって思いますね。続いての楽曲、再生回数上から2番目ローワーでございます。25時ナイトコードでかけるメイコですね。公開は2021年11月9日ぬいりさんの書き下ろし楽曲となっております。はい、私にとってはいろんな思い出のあるローワーですね。まあ最近は普通に聴けるようになったんですけど、例の動画を投稿して以降はマジ半年1年くらいはねろくに聴くことができなかった楽曲です。はい、いや別にローワーは悪くないんですけどね、大変な心の傷を負ってしまったんですけれども、楽曲自体は本当に素晴らしくて、ヌーリさんの方で上がってるやつも再生数とんでもないですし、こちらの楽曲もねなんかプロセカという垣根を超え超えて人気な楽曲っていうイメージがあります。ぜひ皆さん聞いてみてください。あとこの時のイベント、僕の足跡君の行く先はね素晴らしいイベントなのでぜひ読んでください。ではラスト、再生数いきなりぶっ飛びます1位の楽曲ですね。こちら怪力部屋さん書き下ろし楽曲バグ、25時ナイトコードでかける鏡に連ですね。再生回数はなんと4000万再生となっております。4000万再生ってなんだよって感じで、約2位とね2倍の再生数差をつけております。っていうかそもそもね1000万再生超えの動画がプロセカの楽曲系の動画がもう数百本とかある中で15本しかないのに、その中でもね1曲だけ他のダブルスコアつけてるような再生数というか、本当に意味がわからないですね。こちらもめちゃめちゃ人気で、まあジールさんも大好きだし、プロセカ好きな人だったらね、もうみんな聴いてるだろうし、何よりね、この楽曲、イラストも可愛い、楽曲のテンションもいい、そして真冬ちゃんのあのイベントストーリーからの、この真冬ちゃんの抑圧からね、こう母親に対してこう、いろんな感情を爆発させているような楽曲がね、なんとも素晴らしい。あとは、エナナのね、くるくるだったり、真冬ちゃんのアハだったりね、もう素晴らしいところもいっぱいあって、本当に可愛くもかっこよくもっていう感じで、もうたまらない。語彙力なくなります。最高です。ってことで、再生数上位1000万再生超えのね、動画たちを見ていったんですけども、思ったより熱く語ってしまって動画時間がすごい長くなってるかなと思います。ちょっと編集ね。雑めの動画かなと思うんですけど、ご了承ください。で、あとはね、ちょっとね、再生数1000万以下のものを見ていくんですけど、いや、これね、ちょっと言いたいのがあって、これ、ももじゃんのね、1000万再生超え動画ないんですよ。ただね、それでね、僕は言いたい。ももじゃんの一番再生数高いのが、この少女レイの700万なんですけど、ここにですね、モアジャンプボアあるじゃないですか。再生回数649万。モアジャンプボアね、実質1000万再生なんですよ。何がというと、ここね、649万再生なんですけど、下の方に下がっていくと、こちら、モアジャンプボアなんかもう一本あって、こっちがね、360万再生で、合わせると1000万再生なんですよ。
や、これがですね、モアジャンプモアって、確か最初出た時がゲームサイズの 2DMV。なんでこれ2分5秒の動画として公開されたんですけど、それからね、8ヶ月後ぐらいかな？確か8ヶ月後ぐらいに、さっき見たこちらのね、モアジャンプモアのフルバージョン 2DMV が公開されたんですよ。それのせいでね、再生回数が分かれてしまっているという悲しい事態になっていてね。あとね、ちょっともう一個、プロセカ運営さん、これサムネが悪い。サムネをね、もうちょっとね、キャラクターが映ってるやつにしてほしい。そしたらね、もう絶対この2つの再生回数合計させる、もしくはいきなりね、フルバージョンが公開されたらもう1000万再生超えてた動画になってたと思うんですよね。いやー、これはね、ちょっともったいないですね。ということで、実質ももちゃんも再生数1000万回超えてるということで、ダメでしょうか？どうでしょうか？まあ、そんな感じでね、ももちゃんもマジでね、素晴らしい曲多いので、個人的に去年の書き下ろし楽曲なんて、ももちゃんがね、もう最強すぎてね、大好きですね。あとは、直近ね、1000万再生いきそうな動画だと、トリコロージュ、月光、キティ、88、このあたりはね、まあ、もうすぐ見えてくるのかなと言った感じですね。あとは、どんなところだろう。最近上がって再生数一気に伸びてきている動画。あ、ネオ4ヶ月で696万再生いってますね。ザムザも10ヶ月で670万再生。この辺はやっぱ強いですね。そしてここまでほとんど楽曲がね、再生数上位占めてるのに、プチセカ第5話25時やめないが、まさかのここに入ってくるっていうね。プロセカ運営こういうね、アニメとかもちょいちょい上げてたりするので、あとダイジェストムービーとかも確か100万再生くらいいってる動画があったりするんですよね。いやー、その辺の動画、アニメーションもぜひぜひ見てほしいですね。あ、またプチセカ出てきましたね。あ、ハグ！こちら3ヶ月で265万再生なんですけども、ハグね、めっちゃ好きなんですよ。マジで大好きだからね、これみんな聞いてほしい。こちら3週間前で189万再生、サイバーバックデッドボーイ。ワンダショのこちらの楽曲で、もう大好き。ラムさんのイラストも超かっこいいし、楽曲もかっこいいし、もうね、ルイくんが最高ということで、皆さん聞いてください。次こちら25時ナイトコードで25時の情熱、25の中でも最強の楽曲です。バグみたいなね、テンション上がる系楽曲ではないんですけど、自然と涙が溢れてくる素晴らしい楽曲となっています。最後に、ビビバスの可視化ですね。可視化がようやく 2DMV フルバージョン公開されたということでね、もう可視化はね、みんなめちゃめちゃ聴いてるかなって思うんですけども、未だに1年以上聴き続けて、まだね、大好きな楽曲で、まだ未だに何回聴いても飽きない素晴らしい楽曲となっております。こちらも 2DMV もね、バーリかっこいいのでね、ぜひ皆さん聴いてください。はい。締め可視化になっちゃったけど、まあいっか。ということで今回は再生回数のね、1000万再生超えている動画について見ていきました。まあ、あとプラスおまけですね。よければ再生数に関わらず皆さんのね、好きなプロセカの楽曲コメント欄で教えてください。また高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。